おはようございます。2024年3月26日火曜日。今日も朝のアートニュース読んでいこうと思います。アートフェア。ロード・オブ・ザ・リング映画ポスターの裏側を語る。カラフルな愛犬の世界。エイジ。新宿経済新聞。エレクトリックナイロン・ストリングス・ギター・ステージシリーズ。 コルドバステージ2モデルギルドポ,ーラポラ、ポララ Q モデルが登場。伝説のボカロピーと一人へのボーカルギター初のえ歌詞集。5月11日発売タワーレコード。ホワイトスコーピオン初のテレビ番組がスタート。アマゾンエコハブにときめかない理由とは 海外にプレスリリースを配信するには効果的な方法を解説ユーネクストの春アニメ配信ラインナップを発表4月に始まる全国美術展もうそう、今日ネットの調子がいいんで早く読んでしまいましょうか4月27日からでキリコ展 東京都美術館4月13日から奈良国立博物館にて空海特別展「密教のルーツとまんなら世界」「法然と極楽浄土京都国立あ東京国立博物館」4月16日からですね。 学協会古録大開示典アイエムアイエムレポート映画ジェニファー・ガーナーとポールポールウォルター・ハウザーが実録映画に主演あート建築初開催のめみんなの建築大賞 受賞は未完の大屋根学ぶ学び者と洞窟のような住宅、賃貸住宅。みんなの建築対象。日本の建築は世界トップレベル、それでも、でもそれが知られていない。選ばれた十作品の一つで、こちらはリノベーション。花茂レナベーション。 すごい素敵なあれが書いてありますけどね。なんか空中ピロティーみたいな感じになってて、すごい素敵。で、えー、っと熊本震災ミュージアム、紀オーク。もすごいシャレた建物ですね。五十二軒の縁側、山崎健太郎デザインワークショップ。 これなかなか面白いですね。これはなんだ未完成のいつ完成するかわからない建築が選べる時点でこの章はこれまでと違う点がわかる。学ぶ学び者。学ぶ学び者。3D プ,プリンタの木工版で作られている。いや、なかなか、これもすごい素敵ですね。中庭が印象的だった天神町プレイス。伊藤博之建築設計事務所。 とはダザイフ天満宮のことが書いてありますね国立近現代建築資料館っていうのが文化庁のあるみたいですね、えー、建築のプリッツカー賞日本人が国別最多存在感の背景はと アクシャ次芥川作家が描いた女性建築家の挑戦ザハの国立競技場が建つ世界線の東京日系クロステックいや建築をテーマにしたあの小説とかいいですよねあの軽井沢の吉村順三のテーマにした建築の小説もありますよね 小林製薬の話はいいとして、え、ミュージックは、えー、ソニーミュージックの Z 世代インサイト、夏メロ響く経済新聞。マクロン大統領もなくて、ファッション。PR が多いんですが、今週のファッションチェック、橋本かな ふラ袖ワンピでフェミニンドナっぽくフェンディの最新春ファッションで桐谷ミレイなど目覚ましメディアだそうですではうんと建築家の挑戦ですねこれをちょっと読んでみて <laughs> 小説家九段理恵の人工 AI を用いて執筆したことで話題になった東京都道場と 芥川龍之介を賞を受賞した作品と舞台はザ・ハディッタの国立競技場が立つ世界線の東京、えー、というわけです面白そうですね東京と同情とはですね以上今日の朝のニュースを読ませていただきました皆さん良い一日をお過ごしくださいボンジョルネ・アビアント